セナッツァロは、フィンランドの中央層未県の都市、ユバスキュラにある区の一つである。かつては、独立した自治体を形成していたが、1993年に、ユバスキュラに編入されている。セナッツァロ、セナアロの他に、サユナットサロ、サユナッツァロ、サユナッツァロ、サウナッツァロ、サウナッツァロなどの表記揺れがある。釣セナッツァロは、フィンランドで2番目に大きい湖、 パイエンネコの中にあり、主として、本島の聖ナッツァロ島の他に、ムーラッツァロ島の一部、およびレーティサーリ島から構成されている。聖ナッツァロ島とレーティサーリ島は、全長178メートルの吊り橋によって、接続されている。2015年12月31日時点で、人口は3294人であり、面積は22.3平方キロメートルである。 境八1898年、夕飯パルビアイ年によって、当時無人であった聖ナッツァロ島に製材所が創設される。1914年、合板工場が設立される。1924年、ムーラメから独立する。1952年、建築家アルバアールトが設計した聖ナッツァロの村役場が完成する。百九十三年、ユバスキュラに編入され。 となる教育施設には、レーケザレンコルの他にマロットサロンペーブコチコル及び、セーナチロンペーブコチコルがある。毎年8月に、セーナートサレップアリーボットと呼ばれる祭りが開催されている。セーナッツァロ協会は、建築家のアルマス・リンドグレン及びベルテル・リギリクイストによって設計され、1927年に創設された。ありがとうございます。